Aloha everyone! ハワイの甘かて版です。今年初めての投稿になりますけども、いよいよ北京オリンピック始まりましたね。僕は昔スノーボードずっとやってたってこともあって、オリンピック特に冬のオリンピックが大好きなんですけれども、なんと26年ぶりにですね、自宅でオリンピック観戦をここハワイでしています。なんで26年ぶりかっていうと、実は1998年の長野オリンピックから2021年東京オリンピックまで12大会、冬6回、夏6回ですね、すべて現地に仕事として赴いて働きながらオリンピックの雰囲気をずっと楽しむことができていたんです。四半世紀ずっとオリンピックの仕事をしてきたわけなんですけれども、今日はこのライフワークともいえるオリンピックの仕事について、一体僕がどんなきっかけでこの仕事に就いたのか、そして現地ではどんな仕事を具体的にやってたのか、またどんな環境でやってきたのか、そして最後にはどうすればこういった国際的な環境で仕事をすることができるのかっていうようなコツをですね、特に日本の若い人向けにご紹介できたらいいなと思ってますので、最後までぜひ見ていってください。それでは Let's dive into it。 チュッ。僕がなんで四半世紀もですね、このオリンピックという仕事に携わることができたのか、そのきっかけなんですけども、日本 IBM という会社でした。入社2週間で東京生活をするのかなと思ったところ、長野に行くことになったのがそもそものきっかけです。当時 IBM はオリンピックのテクノロジー部門を全て担う、グローバルスポンサーだったわけですけれども、 IBM にとってオリンピックっていうのは自分の会社のテクノロジーをショーケースとして見せる最大のチャンスだったということで、すごい気合を入ってました。特にアトランタのオリンピックでえらい大失態したってこともあり、日本 IBM が先陣を切ってやる長野オリンピックは絶対に失敗できないっていうのがあったので、もう本当に日本人特有の人員総動員やり抜けようっていう意気込みがすごいあったんですね。長野ではコメンテーターインフォメーションシステムといって、テレビ解説者向けのですね、援助システム、競技結果などをリアルタイムで表示するタッチパネル式のシステムの開発メンバーとして加わりました。その後、長野で培った人脈をもとにシドニーに移動してですね、シドニーでは今度はまた IBM の下でインフォっていう、イントラネットシステムがあったんですけれども、ここのパフォーマンステストをするチームに入りました。で、シドニーが終わってIBM のスポンサーが終わったので、今度はソルトレークオリンピックの組織委員会より仕事のオファーをもらって、なんと大好きなスノーボードの競技システムの開発と運用のチームのリーダーとして率いることができました。とここまで約6年間ですね、3大会にわたってオリンピックをフルタイムの仕事としてやってたんですね。6年もやると、大体と慣れてもきたし、その後オリンピックずっとやってて僕大丈夫かな、またちょっと不安になって、で一旦フルタイムで仕事をするのをやめて、また東京に帰って別の会社に就職することになりました。東京に戻った以降は9大会すべて大会本番中だけ声がかかって、約1ヶ月間季節労働人みたいにですね、仕事に赴いてきました。大会本番だけ行ったのが、アテネ、トリノ、北京、バンクーバー、ロンドン、ソチ、リオデジャネイロ、ピョンチャン、そして東京ですね。オリンピックっていうのは夏の大会が終わったら次冬の大会切り替えてずっとフルタイムでやってる人がいるんですけども、その間の2年間の基本そんなに人はいらないんですよね。中心メンバーだけやってればいいので。だけれども大会期間中になるとものすごいスタッフが必要になります。2週間しかないイベントなので、勝手知ったる人、もうオリンピックの経験がある人っていうのがすごい重宝される傾向があります。システムがどういうふうに動いてるか、運用はどういうふうにするか、スポーツのルールはどういうふうになってるかっていうのもすでに知ってるような人がと、運営側としてはすごいやりやすいということで引き続き呼ばれることになってました。このアテネからの大会は国際映像を作る仕事に携わりました。テレビ放送を世界各国に配信するわけなんですけども、各国のテレビ局が来てカメラを入れたりすることはできないので、代表として
映像を作ってその権利を売るわけなんですけれども、ここではグラフィックスといって組織委員会側が用意する競技結果のデータ、名前とかタイムといったものをデータを引っ張ってきてテレビ用のグラフィックスにフォーマットして、例えばスタートリストとか競技結果の最後のリザルト、天気情報とかテレビにグラフィックスとして出す機械ですね。この機械を設置で、あとはトラブルシュートするような技術側の人間の仕事をずっとやってました。ロンドン、バンクーバー、ソルトレーク、この辺は長野ですね。長野のセイコーさんの時計、これ懐かしいな。当時動いてたんですよ。映画オーシャンズイレブンみたいにオリンピックのスペシャリストたちが世界中からバーッと集まってきて一緒にガーッと仕事をして、3週間経ったらまたそれぞれの国に帰っていくっていうのをずっと繰り返してきたわけですけども、いろんな人と友達になることができたっていうのが本当に財産だし、あとは国際的な環境で仕事をすることができたっていうのがある意味自分の自負にもなってます。一緒にいつも働いてたのはスペイン人、イタリア人、アイルランド人、オーストラリア人、中国人、ギリシャ人、ポーランド人、僕日本人、そしてイギリス人もいたし、いろんな国の人たちと一緒に働くことができました。もうロシアとかブラジルとか、まあ僕なんかにしてみたら中国なんかもオリンピックの仕事じゃなかったら行く機会なんかないようなところまで行くこともできた。こうやって、まあ、インターナショナルな場所で仕事ができるとすごい自信にもなるし、若い人にはどんどんそういった環境に働けるようにチャレンジしていってほしい。じゃあそのためには僕的には何がコツだったかとか、早いうちに英語を勉強して会話できるようになってほしい。本当にまあオリンピックの仕事場では言語は英語です。中国語でもないしフランス語でもないです。本当に中国の人とかの方が日本人より英語うまいし、ぶっちゃけ韓国人なんかすごい英語うまいです。なので日本人より中国の人とか韓国の人の方がすでにオリンピックの場では多く働いているっていうのが現実としてあります。まだまだ国際的な環境では英語が基本言語として使われているっていうのを抑えて、 AI とか自動翻訳とか進んでるのでアプリでやればいいじゃんとかっていう人もいるんですけど、そうじゃないんですよね。ただ意思疎通ができるっていうのとコミュニケーションができるぐらいのレベルで喋れるっていうのは全く違います。ジョークを言えたりとか、時事の話、昨日のオリンピックのイベントの話とかも、そういうのをまあさらっとできるようなそういうレベルで話せるっていうのでは全くコミュニケーション能力として、違うというのを僕自身認識してます。っていうのは僕は高校3年生の時に初めて交換留学して1年間ですね、アメリカのニューメキシコというところに住んだんですけれども、最初は全く英語、高3なんで全然喋れないですよ。で何をやったかっていうと、これぐらいのポケット辞書みたいのを常にジーパンの後ろポケットに入れて歩いてですね、で友達となんか喋ってる時に何か言われて単語でわからないのがあったら、ちょっと待ってって言って単語の辞書を出してですね、単語を調べて意味をこういう風にやって、あーってやってる間にはもう全然もう完全に話の腰が折れちゃってて会話にならないです。アプリでやってもまあそういう風になっちゃうわけなんですよね。同時通訳といっても絶対微妙なニュアンスとかっていうのが汲み取れるまではすごい時間かかるし、機械を使ってやるのと人間同士が話す言葉ってのはやっぱ違うと思うんですよね。それをじゃあできるにはどうすべきか、これはやっぱり早いうちに交換留学を1年ぐらいした方がいいと思います。僕が行ったのは17歳の時なんですけども、17歳で英語ゼロからでも1年間、アメリカに生活することによって結構覚えました。なので17歳以前に1年間ぐらい、できればですねハワイとかカリフォルニアみたいなほぼ日本みたいなところは避けてですね、日本人の少ないところに留学する。あともう一つは、僕が出した本にも書いてあるんですけども、英語だけじゃダメなんですね。基本は英語プラスワン、英語プラス何か専門の知識をつけてほしい。僕の場合は就職してから、うわコンピューターのエンジニアって超かっこいいなと思って、働きながら大学院まで行って、コンピューターの
まあ、勉強をしました。 IT と英語っていうのは今後も使えると思います。コンピューターに限ったことではないので、ぜひ英語以外に何か一つですね、得意な分野を一つ見つけて、それを掘り下げて掘り下げてってマスターして自信のあるエリアにしてもらいたいなと思います。そうすることによっておのずと世界が開けてくると思います。日本の若い人たちは本当に才能がある人たくさんいるんで、本当にもったいないと思います。だけど日本の学校とかではこういうふうに教えてくれないので、自分で考えて自分で切り開いていく、僕みたいな人でもできたんで、あなたにもきっとできるはずです。ぜひ若い日本の人たち、もっともっと世界に羽ばたいていってほしいと思います。それでは I will see you in my next video. Aloha. I'm gonna start watching the games now. I need a beer. Snowboarding slope style final taking place.